浜松市広報アワー。さあ始まりました浜松なるほどアカデミー。今回は浜松市地域遺産センターから出張放送でお送りしています。ちょっとなんだかいつもと雰囲気が違いますよね。違いますね。さあ学園長、早速なんですけども、はい、今回気になる記事を見つけました。こちらご覧ください。ドン。こちら全国3000城をめぐる位置情報 GPS スタンプラリーアプリの情報サイトで来訪者数をまとめたランキングが発表されました。そこになんと浜松のお城が6つランクインしたということなんですね。これ全国の市町村でも最多ということなんですよ。いやこれ興味深い。実際に足を運んでるってことですね。はい、そうなんです、うん、ということで今回のテーマは今注目が集まる浜松のお城特集をお送りしていきます。始まりました浜松なるほどアカデミー。今回のテーマは浜松のお城。知っていると倍楽しくなるお城の歴史を市内4つのお城を巡ってご紹介。お城の見方が変わりますよ。浜松なるほどアカデミー。浜松なるほどアカデミー。今回の時間割はこちら。盛りだくさんの内容でお送りしますよ。まずは1時間目。ということで今回の授業のテーマは浜松のお城です。スタジオには特別講師としまして浜松市文化財課の鈴木和直さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ改めて先ほどの記事見ていきますとですね、このランキング、利用者の GPS 情報を集めて解析したものですので、例えば来場者数が分かりにくい山城だったりとか、無人の城跡っていうのも今回ランクインしているというところが特徴なんですね。はい。でその6つのお城こちらで見ていきましょう。はい、どん。我らが浜松城は13位にランクインということになりました。これは大阪城や小田原城を抜いての13位ということで、これもすごいですよね。そして戸場山城と御嶽城は今回初めてのランクインということで、この辺もすごいなと、ちょっと注目だなというふうに思います。はいはい、これ直虎効果以外にも浜松ならではの理由っていうのはあるんですか？そうですね、浜松というのは武田とか徳川とか今川とか有力大名が攻めに合うようなそういった場所なもんですからね。お城がもともとすごく多くて、しかも有名なものが多い、そういったことが関係しているのかなというふうに思いますね。で今回は知っていると倍楽しめるということで、お城の歴史をこちらの4つのお城を巡ってご紹介していこうと思います。はい、まずはですね、浜松城のように石垣があって天守閣があってというお城は織田信長による安土城築城以降の話になるということなんですよね。鈴木さん。あ、そうなんですよ。お城って漢字で書くと土辺になる、はい、土になるって書きますよね。もともと石垣とか天守閣とかそういったものはなくて、はい、土を持って、まあ、木で柵を作って、はい、でそこに建物があるそんなようなイメージを。むしろお城というと石垣がない時代の方が長かったぐらいなんです。そして武士がこの拠点とするような、まあ、居宅、そこと政治拠点にするような、そういったものがある中で、今度は背後にある山の上にお城を築くような山城っていうものが出てきて、さらには居宅、居館がだんだんとお城の中に取り込まれていって、例えば平山城とか平城とかって平野の方に置いてくるようなお城に変わっていくっていうのは、その中で天守閣とか石垣とかっていうのが出現してくるんですね。で、まあ、その時代によって変化していったお城の様子がよく分かるのがこの4つのお城ということで。そうですね、浜松にはちょうど各時代各時代の特徴が分かるようなお城があるものですから、この4つのお城を元にすると、日本のお城の移り変わりっていうのも一目で分かると。なるほど。でまず山城が主流だった平安時代後期から室町時代の頃の当時のお城の特徴がよく分かるというのがこちら飯縄城ということで、よろしいですか？そうなんですね。この飯縄城というお城はどういうお城なんでしょうか？え、模型ごとご覧いただきながらお願いします。さあ、はい、こちらがその模型ということですね。はい、そうですね、はい、一番上に飯縄城っていうお城があるんですけれども、よくよく見るとこの麓に四角い形をしたものがありますね。はい、これがもともとあった居館なんですよ。もともとは
こういったところに武士が拠点を持って地域を治めていくんですけども、うん、国の情勢がだんだんとこう不安定になってきて戦が増えてくると、はい、戦いがあるときにここでまあ戦いやってもいいんですけども、うん、ここだけじゃなんかこう心もとないなっていうふうになってくるんですね、うん、でそうするとどうするかってことなんですが、軍事拠点として整備していく必要が出てきたんですね、うん、でそうすると背後の山の上にももう一個作っちゃおう、はあ、これがいわゆる山城、あ、それが山城なんですね、逃げ城とか詰め城なんてこんなことも言うんですけども、うん、じゃあこれもこれも拠点、そうなんです、両方拠点、武士の拠点としては山城と巨漢を合わせて、まあ、一つのお城だというふうに見てもらえたと、うん、なるほど。でこういうお城って、はい、本当は全国にいっぱいあるはずで、はい、この室町時代のあたりですね、うんうん、その後こういったところ全体がこう軍事拠点要塞化してくると、うん、古いものが壊されてるって分かんなくなっちゃうんですよ、うんうん、でここの飯野屋のこの飯野屋城の場合は、うん、巨漢とこの山の上のお城の姿がそのまま残っているので、うんうんはい、古いお城の姿、ええ見るには一番いいんですよね。そうなんですね。すごくいいお城を浜松は持ってるということなので、へえ、それは実際見てみたいということで、すぐ近くの飯野屋城へ行ってみましょう。飯市の巨漢の入り口のところにあるんですよ、はい、来てるんです、はい、この道ちょっとこう曲がってるの分かります？確かになってますね。普通だったらまっすぐでいいはずが、なんでかしらこうカクンってなってますよね。ここが飯市の巨漢の跡なんですよ。で、はい、カクンってなってるのは入り口の部分、はい、ここのところがカクッとなってる、あ、でよくよく見るとこっちが低いですね、はい、でだんだん高くなってるの分かります？おー、なるほど。ここがちょうど巨漢の門があったところ、いわゆる親方ですわ。ここにあったんだ。あったんですよ。そして巨漢跡の南側にはお堀の跡が残っているそうですよ。ここの水路ご覧いただけません？これが分かります？四角くなってるでしょ。南側から西側をカクッとこう、でよくよく見ると下低いですよね、うん、親方の外で、はい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 、そこ親方の内側は高くなってますよ。ここからガッと上がってるから、はい、そうです。ここに堀があったんだ。かつてあったその名残が水路として残っている。さらに巨漢の北側には井伊直政のおじいさんにあたる直光とその弟直義の供養塔があります。この塚を取り囲む石垣と柵はあの井伊直弼が家来に作らせたものなんだって。さあいよいよ麓の巨漢から山城へ向かいます。この飯野屋城の特徴はとっても急な山の上にあること。ここから大丈夫ですか？あれれ、学園長先生は早くもきつそうですよ。ここから上がりましょう。本当だ、これです。道は整備されていますがかなりの急勾配。先生たち頑張れ。着きましたよ。お疲れ様です。なかなか結構ありましたね。ありました？そうですか。はい、ここが入り口ですね。もともと大手門があったところですね。そうなんだ。土がこう盛り上がってますよね。はいはいはい。門があった跡なんですよ。ここだけ立派に作り上げてるわけですね。で、眺めがどうでしょう。この日はあいにくの雨でしたが、晴れているとこんな感じ。飯野屋丸見えです。わあ、すごい。すごいすごいすごい。こういうの国見って言うんですかね。自分たちの国を一目で見るような、はい、できるような場所にこういう拠点を作っていく、それも意味があることで、で何度も言うように先ほど言ったところ、はい、場所と下と上合わせてお城という、はい、一つのお城。いや、じゃあ下で、まあ、暮らして普段は巨漢にいて、はい、で最終的にはこちらのお城に上がってくる、はい、そうですね、その通りです。だってここに暮らすのはちょっと何するにもしんどいよね。そうですね。だって学園長ね、買い物行って戻ってきてね、うん、無理、もう玄関まで行けないみたいな、うん、無理、毎日はちょっと無理です。でもやっぱりこういうね、高低差があるからこそ、いざ攻められてしまった時に、はい、こう守りになるという、そうですね、逃げ込むためにもちょうどいいってことですね、部分ですよね、はい、じゃあね、鈴木さん、はい、僕ね、ちょっとここ攻めてみようと思います。そうですか。やってみます。やってみます。攻められるかどうか。
ここが飯野屋城か。こんな城わしの手にかかればあっという間に落としてみせるわ。続け。うわあ、あ、結構急だこれ、気をつけて。ああ、行くよ。この上が城か。行け。ダメだ。ここは上がる。引け。無念じゃ。ということで、さすがの僕も攻めることができなかったという展開に。いや、無念すぎましたね、ちょっとね。ただ、はい、やっぱり坂ってとっても急ですもんね、うん、行ってみるとね、うん、まあ、あれは仕方ないかなと思いますけど、うん、一見なんかこう攻めやすいように見えるんですけども、はい、上がれない坂を作っていくっていうね。これも飯野屋城の見どころの一つですね。なるほど。さあ続いてはですね、時代は戦国時代へと入っていきます。でお城はどのように変化していったのか、それがよく分かるのが、鈴木さん、はい、二俣城と鳥羽山城ということですか。そうです、そうです。はい、この二つのお城なんですけども、はい、二俣川っていう川があるんですけども、うん、その川と天竜川がこう合流する場所に築かれたお城なんですよ、うんうん、なるほど。実は今二俣川っていうのは流れが変わっていて、うん、戦国時代鳥羽山城と二俣城の間を流れていて、鳥羽山城も二俣城も三方を川で囲まれた、それ天然の要害の地にあったんですね。あ、なるほどね。じゃあまずはこの二俣城から見ていこうと思うんですけども、はい、この二俣城はどういうお城だったの？はい、二俣城の大きな特徴なんですけども、はい、もう戦略拠点として要塞化を極めたお城。時代はもう戦国時代に移ります、うん、もう毎日毎日も戦に明け暮れる、うん、いつ敵が攻めてくるかわからない、うん、そんな時代です、うん、お城の役割も軍事拠点、そして日々住まう住居、そして政治拠点というものに変わっていきます、うん、でお城自体も平地をですね、うん、一望できるような、まあ、山城のところにそういったものが築かれると。お、典型例が二俣城で、一方じゃあ鳥羽山城っていうのはどういう城なんでしょうか。はい、鳥羽山城というのは、はい、迎賓機能、お客様をお迎えする、はい、まあ、迎賓館ってありますよね、はい、迎賓館的なそういう迎賓機能をこう高めた、そういうものを持っていたお城ということなんですね。ほう、戦国時代から安土桃山時代という、うんうん、そういう時代にこう変わっていくんですね、うん、安土城とか、うん、大阪城、そういったものをこう想像していただくと、うん、よくドラマでも出てきますね、うんうん、絢爛豪華な、はいはい、ちょっと派手な感じの、そうですね、はい、やっぱり来る人々をこう圧倒するような、うんうんうん、そういうですね、お客様をおもてなしするようなそういったお城というものにも変わっていくんです、うん、でその頃にですね、はい、天守が築かれ、うん、高い石垣が築かれていく、まあ、絢爛豪華なお城が作られていくのがまさにこの時代で、鳥羽山城というのは、はい、そういうですね、迎賓機能を高めるためのいくつか仕掛けがあると。なるほど。ではそんな戦国時代の様子を今に伝える2つのお城見ていきたいと思います。さあやってまいりました、二俣城来ましたよ。ご案内を天竜ふるさとガイドの会の滝さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。滝さん、ご案内お願いします。まず一つ目の軍事機能ポイントへ行ってみましょう。そうがあって、こっちはたくさん、これはこれはですね、はい、二の丸と、はい、呉屋敷と呼ばれている郭の間を仕切る堀切りです、はい、当時の堀の底っていうのは現在の底より 1.5 メートルぐらい下にあったと。西にある郭との通路としても使われてたんだろうと言われております。へー。でこちらの南はですね、はい、二重三重にまだ堀切りがあるんですよ。ですからこっちから攻められることは少ないかも分かりませんし、もしこちらから来てもですね、うん、当時はやっぱり土塁があったと思われますから、はい、左右から攻撃されますよね。いや、これは無理ですね。はあ、かなり作戦を練らないと。続いて大手門を抜け二の丸へと入っていきます。
ここは物見の松と呼ばれる松があったところなんですが、はい、多分物見のための櫓などが建っていた場所ではないかと思います。なるほど、ここから下を見て、はい、敵が来たら来たぞというふうに言う場所なんですね、はいはい、そればかりでなく上から攻撃もできます。あ、そうか、ここからねじゃあこちらへ、はい、土塁の方へ。ここが先ほど見ていた堀の上の部分ってことですね、はい、ここが二の丸の土塁で、はい、この下が先ほどあのご覧になっていただきました、うん、箱堀です、はい、土塁それから横堀っていうのはちょっとこう描いてますよね、うんうんうん、こういうのは四角が少ないらしいです。ここからこうやって弓を引いて、はい、敵を追っ払ったわけですね。二の丸の通路を通りますと、はい、ここからも左右から攻撃される可能性がありますね。あ、今こうやって攻めてきたら、こうこっちもこっちもどんどん攻められちゃう、守られちゃう。はい。よいしょ。それでこれをまた曲がります。これをまた曲がる。これもマス型で、横後ろから攻撃されます。なんか滝さん一筋縄じゃいかないですね。はい、ぐるーっと曲がってきてここにたどり着いて、でここも壁だ。はい。ね。はい。それでここに門があったんです。あ、ここに門があった、はい、ここに中仕切門って礎石も出てますから、はあ、ここに大きな門があって、はいはい、ですからここで袋のネズミになりますよねで一旦これ立ち止まらなきゃいけないですし、そうすると左右後ろから攻撃されます。うわ、難しいな。さまざまな軍事機能を備えた二俣城、ついに本丸天守台へ向かいます。戦国時代、敵がこの本丸へたどり着くのは本当に難しいことだったんだろうな。あー、着きました。天守台、登ってきましたね。はい、滝さん、この天守台、こちらを見ていただくと、もう眼下に天竜川が迫っております。あー、すごい、天竜川だ。はい、改めてこれ、川に囲まれたということが分かりました。はいはい、まあ、ほぼ攻め落とすのは無理だったと。と思いますね。ということですね、はい、続いてモンド先生はお隣の戸葉山城へ。早速迎賓機能ポイントがお出迎えです。同じ山城ではあるんですよね。そうですね。ただこう先ほどの二俣城と比べて、はい、今こう歩いてると道幅とかもほら、はい、こんだけ広いっていうのも違いますね、はい、これが大手道で、はい、まあ、本来戦のための城でしたら敵兵が一度に、はい、たくさんとあの入り込めないように、はいはい、道幅は狭いんですよね。そうですよね、そうしますよね、はい、うん、でここはですね6メートルから一番広いところで8メートルぐらいあるんです。あ、そっか、それぐらいあるんですね。広さだけは、はい、かの有名な安土城に匹敵するという、あ、安土城に匹敵するぐらい、はい、道幅が広くなっていると。道幅だけは広いということです。これなぜこんだけ広くしてるんですか。これやっぱりお客様を招待し、戦を考えずにお客様を招待してこれを作った人はすごい力がある人だなと思い込ませるという効果があるんじゃないかと。なるほど。ですからお客様に接待すると言いながらも、お客様たちにも自分の力というものを示したいと、見せつけるというか、はい、そういった部分もあるんですねと思います。この突き当たりの石ちょっと見てください。はい、多分これはあの大手道が登ってきたお客様に、はい、その視線を意識してのものだと思います。あ、今登ってきてこの石垣が見えて、はいはい、こういった大きな石が見えることですごいなと思いますよね。権威の象徴のようになってるわけですね、はい、これが、はい、はー、なるほど。さあ大手門を抜けて本丸へと進みます。戸葉山城の迎賓機能を最も表している場所へ向かいますよ。戸葉山城市、はい、これが迎賓機能を持った施設であったということを表す一番の遺構です。じゃあ、もしかしたら当時ここにこう玉砂利みたいなのがあって、はい、木があったのかもしれない。知れないです。それで後ろの石組みなんかもちょっとこう綺麗に、小ぶりな石ですけど、うん、綺麗に積んでありますよね。はい、そっか、あれもそのまま、ああいうものも背景として使ってたのかもしれない、そうですね。はあ、面白いですね。続いては戸葉山公園に来たら絶対外せない絶景ポイント。
戦国時代もおもてなしの一つとして機能していたと考えられるそうですよ。一望できますね、浜松市内は、はい、あそこに高いのが浜松駅前のはいはい、アクトタワーです。アクトタワーです。で、眼下にはこれ天竜川。天竜川です。あれ、天浜線の、はいはい、その鉄橋のちょっと下流からですね、古天竜という天竜川の支流が浜松方面に流れていたらしいです。あ、向こうにも流れていたんだ、はい、浜松城の近くまで行けたらしいもんですから、うん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 、お客様を招待するにも船で行き来した可能性もあるんじゃないかなと思います。あ、なるほど。いや、僕がね、その当時生きていたら、まずは二俣城をどうやって攻めて、そしてこの鳥羽山城でどうやって優雅に暮らそうか、ちょっと考えちゃいますね、滝さん。考えますね。あ、どうしようかなと思いますけどね。川に囲まれ攻め口はここだけか。まあいい、ひるむでない、行くぞ。くそ、ここのみか。えい、ひるむな、ひるむでない、行くぞ。負けてたのか、殿のためじゃ。皆の者、あっちじゃ、あっちから攻めるぞ。行け、こっちじゃ、こっちからじゃ。皆の者、行け。くっ、弓か、この城は無理じゃ。行け、一旦行け。行け。策の練り直しじゃ。どう攻めたらいい。二俣城、いつか勝利した暁には玲子様をこの庭にご招待しよう。こうじゃ、必ず今度こそは必ず落としてみせるぞ。えいえいおーえいえいおー、わしについてくるのじゃ。これモンドや、私はあのお庭を見られたのでしょうか。片付けのございまするね、鈴木さん、ご覧いただきましたけどいかがでしたか、モンド侍は。いや、素晴らしい。きっとお庭もご覧になれたんじゃないんでしょうか。きっとね、そう信じましょう。はい、いや、でもやっぱ実際にそういった軍事拠点だという説明を受けていきますと、うん、はい、確かにここからじゃ攻められないなっていうのもすごく分かりましたし、はい、そうですか、ありがとうございます。面白かったです、興味深かったです、はい、で実はその今日ご覧いただいた二俣城、鳥羽山城ですね、はい、メモリアルなんですね、今年というのは国の指定史跡っていう、もうお城のランクとしてはトップクラスに今年上がったんですよ。そうなんですね。 でなぜ国の指定になったかってことですけども、うん、500メートルしか離れていないような、うん、本当にお隣同士のお城なんですけども、うん、ここまで違う機能、軍事機能と、はい、この迎賓機能っていうものがあるような、はい、そういうですね、2つの機能をなすお城が別々なんだけども、うん、すぐ近くにある、うん、もしかしたらこれ別々じゃなくて一つのお城だったかもしれない。はあ、そういう考え方も。そうですね、別城一角、別のお城なんだけども2つ合わせて一つのお城の機能をなしていたんじゃないか、そんなようなですね、ことが評価されて、国の史跡、浜松市は実は59年ぶり、まあ、ほぼ60年ぶりです。すごいことなんですけども、はい、浜松市の文化財課の方が調査をして、そういったものが認められたというようなことがあった、まあ、今年はそういうメモリアルイヤーだと。あとね、鈴木さん、はい、やはりまあこういったこう軍事拠点になったお城だったり、はい、迎賓機能を持ったお城っていうのは、もちろん全国各地にもあるんですけども、はい、
実戦としてこう使われたというか。そうなんですね。実際ここに本当に戦があったというところも、はい、そうです。あの武田とこの徳川の攻防の舞台になってますから、はい、お城実際にやり取りしてますからね、はい、あのやられてまた取り返すなんて、そんなお城ってそんなにはない、うん、そうですね。しかも徳川と武田ですからね。すごいですね。知らない人たちはいないという、そこもかなり特徴的かなと思います、はい、さあそして、はい、時代は江戸時代へと移っていきますと、徳川により天下統一がされて平和の世の中になっていきます。でお城の役割っていうのはまあ大きく変化していくわけですけども、はい、その特徴的なのがやっぱり浜松城ということなんですね。そうなんですね、はい、関ヶ原の戦い、はい、そして、大阪の陣っていうものを経ていくと、うん、もう世の中にですね戦のそういった憂いというものがなくなってくると、うん、そうすると軍事拠点としての機能がどんどんこう薄れていって、はい、この政治拠点としての役割が強くなっていくんですね、はい、まあ、今でいうまあ役所ですね、県庁とか市役所、そんなようなものでしょうかね、はい、とフリップをお願いいたします、はいはい、そして藩主が住まう住居、うん、まあ、これ御殿というふうに言われるんですが、うん、そういったものがあって、それと権威の象徴ですね、うん、まあ、徳川のご公儀というもののこの権威をこう見せつけるための、そういったものにこう変わっていくんです、うん、天守そのものも浜松城にはあったんですけども、うん、江戸時代の初めにはもうなくなっていって、はい、浜松城の中心というのは天守や天守閣があってのああいうあの高いところではなくて、はい、もう少し平場のところの二の丸とか三の丸、はい、まあ、今の市役所があるあたりであるとか、はい、市役所よりもう少し南側のオフィスビルがいっぱい建ってるあたり、うん、あのあたりが実は中心なんです。なんかそういうことを知った上で、はい、あの浜松城周辺を歩くとまた雰囲気が違いますよね。そうですね、浜松城というとどうしても今天守閣のあるあたりというのを想像するんですが、うん、実はあそこはもう江戸時代には象徴的な空間になっていて、うん、はい、ほとんどあそこに人はいないはずなんですね、はいはい、ただ城下町の中にこの武士が住まうところがあって、うん、武家地があって、うん、そこからお城に登城する、うん、まあ、要は市役所に出勤するような、うんうんうん、そういうですね、このお城の姿というものに変わっていくんですね、うんうん、で浜松城というのはよく出世城っていうふうに言いますけども、はい、これは今でいう大企業の本社が江戸幕府、はい、江戸城だとすれば、はい、浜松城はその大企業の浜松支店のような、おうおう、そういう存在 で、はい、でよくその何々支店の支店長を経験すると、うん、次は営業部長とか本部のこのなんかこの重役になるとか、はい、そういった出世コースありますよね、はい、そういった出世コースのもう中に入っていたんです。はー、浜松城さえ来れば次は大阪城代だっていう、そういうのがもう決まっていたようなものなので、うん、まあそういうことでいけば浜松城主、浜松藩主になれば次は出世が約束されていた。なるほど、ちゃんとその出世のレールの上に乗れたわけなんですね。そうなんですね、まあ、そういうことで、うん、むしろ江戸時代の浜松城を考えるにあたっては、うん、二の丸や三の丸のこの平場のあたりがですね、うん、重要だということなんですね。はい、さあ鈴木さん、今日は4つのお城を中心に見てきましたけども、やっぱこれだけこう時代によってお城が持つ影響力だったりとか、はい、機能っていうのもこんだけ変わってくるっていうのがあって、はい、そうなんですね、なかなかそういった視点でお城を見ていくと面白いですね、はい、今の時代ですね、うん、明治や大正や昭和、そして平成の今になってもお城としての機能はなくなっているんですけども、市民の心のシンボルになっていて、はい、明治の廃城令でなくなっちゃったかなっていうふうに思うんですけども、そうではなくて、うん、ずっと生き続けてるのかなっていう、現代、確かに、そういうことですごく親しまれてる、それがまあ今こうやって番組も作られるようになったような、うん、ゆえんなのかなというふうに思いますね。そう思うと役割は変わっても、はい、お城の大切さっていうのがなんか今回すごく分かりました、はい、だから今もまだお城は生きているというふうに思います。本当にそうですね、はい、今日は本当に浜松にね、うん、あるお城のお話をじっくりと伺わせていただきました、はい、浜松市文化財課の鈴木和直さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。浜松なるほどアカデミー。4月1日晴れ。今日モンド先生は市内4つのお城を巡りました。僕は石垣と天守閣こそがお城だと思っていたので、お城の歴史を知ることでお城の見方が大きく変わりました。そして浜松市には全国に誇れるお城がたくさんあることが分かったので、僕も実際に訪れ自分の目で自分の足でお城の歴史を感じたいと思いました。学級委員長内田太田。さすが学級委員長、いいこと言うな。
では次の授業でお会いしましょう。